いやあ、刹那休介だよ。仏念世界やっていきたいと思います。イエス、仏念。あ、そうだそうだ。あれやね。前回はネタバレとか言ったけど、ちょっと見てみようかなと思うよね。何が聞きたいんだろう。ちょっと女の化け物も呼んでなかったけんさ。どっちの方かな。下の階にいる方でいいよね。ちょっと待って。今から気づいたんやけど、下の階にいる方でいいよねってことはさ、下の階におるやつじゃない、やつがおるってことじゃない。まさか、リンコ、お前。まあ、考えたくないな、それは。目も鼻も口もないけど、音には敏感。万華鏡に隠しておいた言葉を言えば、どこか開くよ。行くよ。この万華鏡は、後ろにいるやつが隠しちゃったみたいだけどね。後ろにいるやつ？リンコ、お前！いや、それ前回聞いたな。隠したって。なんか、だって、だんだん、ムーンって答えられて、ちょっとさ、言い訳されたけどさ、手の化け物も出てきたけん、もうネタバレしていいな。暗い場所に住んでるよ。力は強く、捕まえたら最後よ。綺麗好きらしく、汚い場所を嫌うから、住んでいる場所を汚したらいなくなっちゃうかもね。どうにかして、あれじゃん。なんか、掃除すれば、あいつは出てこんようになる的な感じが。なるほどね。倒す必要があるのかも知らんけどね。確か問題はトイレにおる白い可愛らしいやつよ。可愛らしいって思うかは知らんけどね。こいつね。え？選択肢増えとる。オケを投げ込んでみる。よっしゃ、行ったら何かが中におるからぶつけてみよう。釣りが当たれば、やっつけられるかもね。いけー。ん？あ、ごめん。なんか鈍い音がしたねって、俺のいけーって声に隠れて聞こえんかったね。すいません。あーわー、なん？今の音。今の声。あー、出てきた、逃げろや。びっくりした。やったらしい。オッケー、大きさ多分このトイレに詰まるか詰まらんかって感じだったんかな。小さいやつ選んどったんかな、俺って。今の化け物を何か落としていったよ。あ、これは、リンコちゃんはそんなもらってない。なまってない。悲しい顔しとったね。かわいそうなことしたかも。そんなことないよ。やらんかったらやられるんよ。うん。そのまま追ってみ、リンちゃん壊れとったよ。お手玉がある。これ、うちのお手玉、あの化け物が持っとったん？そうみたいね。かなり匂うけど、持っていくの？大事なものやし、捨てられへんよ。そう、何かに使えるかもね。ほう、何かに使えるんすか。まだもしかして、攻撃しをまたぶつけるパターンなんかな。攻撃しどこやったっけね。なわけないわ。何かに使えるか。今の見てみたら手も倒す必要があるんだろうなっていうなんとなくな感覚はある。あ、俺、中ぐらいの桶持っていっとったんじゃ。多分大きい桶だったら、詰まって入らないよみたいな感じになって、小さい桶だったら威力が足りないから倒せなかった的な感じになるかな。一つ目に正解したやつ選んでしまったな。なんかちょっと残念やな。そうやな。ご対面しといてみる？ご対面って言い方もおかしいけどさ、とりあえずどこにおったか動かしとこ。あ、どこやったっけ。多分ここだよな。よっしゃー。あ、やっぱや。なんとなくお手玉使うんちゃうんかなって思った。ロスターウェイ。え、何今の。あ、3個か。襖の中に悪臭が広がった。嫌な気配、消えたみたい。でもお手玉はもう使えんね。やったー。
大事にしていたお手玉、私のためにごめんね。お前のためではないけどな、私のため。事故中なんですわ。いいよ、気にしないで。化け物に襲われとったかもしれんし、無事でよかったわ。家の中の化け物はいなくなったみたいだから、外に出てみない？外もあるんか。とりあえず手のやつは、あれで、動き封じ込めとったって考えればいいんかな。よっしゃー、ようやく外に出れるんすか。出たかったんすよ。イエーイ。ちょっと待って。うちの近所、ダークサイドに侵食されとる。いつぞやにやったやつやないか。いつぞやにやったあのゲームやないか、名前忘れたわ。次の日か。次の日みたいになってるんですけど、なんか中学生ぐらいの男の子が出てきて、上を向いて、歩こう、とか言うのったな。空が真っ赤、不気味やね。何かやったんかな。外に出ても、この世界のことをまだ気づかないんだ。ん？鏡の中の世界なんて、本当はないのよ。ん？全部私の作った、偽の世界、化け物も全部ね。え？リンコ、お前何者なんだ？何ポカーンとしてるの？あなたは騙されただけ。どうして？どうして騙したん？私はがあなたになるためかな。同じ世界に同じ人間が二人いたら変でしょ。この世界であなたと私は入れ替わる。なんでそんなことするん？入れ替わってもうちと同じにはなれんよ。私の用意した化け物にあなたを始末してもらう予定だったけど、いい子だったから殺さないでおいてあげる。かわいそうだし。おけやこけしを乱暴に扱ったことは褒められたことじゃないけど、自分の大事なものを犠牲にしてでも私のことを助けてくれようとしてくれたわけだしね。あなたと入れ替わる目的はね、私を捨てた人間への復讐。私は今日、あなたのお母さんに乾いた手鏡なの。あ、手鏡自身だったんじゃん、リンコちゃん。飽きたから、そんな理由で私を捨てた奴をどうしても許せないのよ。お母さん、今日買った手鏡すぐに飽きたんかよ。捨てたんかよ。そりゃお母さんが悪いわ。お父さんに買ってもらったんやろ。それを一日で、てか一晩で捨てるんか。そりゃお母さんがおかしいわ。夫婦やで。夫に買ってもらったものを一晩で捨てるなや。うちはどうなるん？泣かないで。少しの間だけだから。復讐が終わったら元に戻りに帰ってくるよ。あ、そんなに悪い子じゃなかった。いや、復讐って言う時点で悪い子かもしれんけど、完全にすり替わろうとは思ってなかったわ。あの化け物退治できた。リンちゃんならこっちでもやっていけるよ。みんな、あなたみたいな優しくて素直な人間だったらよかったのに。それじゃあ、いつになるかわからないけど、この世界で待っていてね。え？待って！うちはまだ許してへんよ。まだ間に合う。追いかけなきゃ。なんだい？手のようなものが出ている。ここはどう、なになんだい、なんだい、逆じゃん。それ逆じゃん。逆じゃん。どうすればいいんですか。家の中に入った。家の中に入った。リンコちゃん、そんな裏切りなし。あたりが暗くなっていく。一の麒麟はこの世界に取り残されてしまったようだ。バッドエンド5。孤独な鏡世界。あいつ絶対帰ってくる気ないだろ。向こうの、元の世界満喫しよるやろうが、くそ。どうやって出ればいい？どうやって？え？あ、この一人だけ動っきょる。
こいつだけなんか動きが激しいぞ。あ、そういうわけじゃないんや。だとしたら家に入るしかない。家に入るしかない。家に入って鏡のところに行くんか。多分そうじゃ。多分、こっち、あーここにも邪魔がおる。あー、なんだそれ。でもこういう邪魔がするってことは、こっちで合ってるってことじゃないんかな。行くぞ。上だ、上なんだ。多分上だ。あー。多分ここだ。鏡。あー、おった、やったー。どうして邪魔するのよ。あなたも人間を恨んでいるはずよ。どうして、え、あなた、お前の好きにはさせない。何してるの、早く鏡の中へ。ウラコ、お前人を恨んでなかったのか。ごめん、悪かった。お前のことはウラコと言うんじゃって、恨んでなかったんだな。わかった。ウラコという名前は返上しよう。返上しようじゃダメだな。呼ばないでおこう。そうだな。代わりの名前をつけてあげよう。君の名前は今日から恨まない子だ。だな。君のことはもう信じることにしたよ。恨まない子。ありがとう。じゃあな。お人形さん、ありがとうな。先に行くよ。ふう。何これ、使い合わせ鏡って何か気になるんやけど、初めて聞いたんやけど、やっとこう、それで。合わせ鏡にすれば、向こうから出てこれないはず。怖いよー、リンコちゃん、怖えよー、リンコちゃん、怖えよ。ドッペルゲンガーみたいに並びになってるよ。なんなん、ファンってか言うて、なんかチューチュートレインでもするん。見てみたいな。鏡の中のリンは、手鏡の中に吸い込まれるように消えていった。わざときのことやってみたから、割ってみたらよかった。あ、お父さん、お母さん。こんな世の中にドタドタ何してんだ。リンちゃん、まだ寝てへん。どうしたん。鏡の中のうちがな、うちと入れ替わろうとして逃げてきたんよ。は？何言ってるんだ。お父ちゃん、リンは寝ぼけてるの。そうか、夢の話か。ちゃんと、布団で寝ないと風邪ひくぞ。本当なんよ、信じて。いい加減にしないと怒るぞ。はよう、自分の部屋で寝よし。お父さんとお母さん信じてくれへん。人形さん帰ってきてる。恨まない子、あの感じだったら私はいいから先に行け、みたいな感じなのに、ちゃっかり帰ってきてる。あの展開だったら帰ってこないで悲しむのか、なんというか、流れだと思うんやけどな。まあ、よかった。グスン、本当のことを言っとるのに、なんで信じてくれへんの。あ、大人はみんな勝手なのよ。私、大人って大嫌い。お人形さん、よかった。戻ってこられたんやね。リンちゃんが無事で、私も嬉しいよ。これでお友達になれるから。ほんとほんと。でももう、ウラコとか名前つけてごめんな。今度こそ、恨まない子のことを信用することにするわ。ほんとほんと。宇宙。あ、ちゃ。宇宙を助けてくれたんやし、もうお友達よ。ほんまに怖かったわ。まだドキドキして眠れんよ。気分が落ち着く場所をついて行ってあげるよ。お友達にしかおけしえない秘密の場所。え？秘密の場所。もしかしてこの家にも秘密の部屋ってあるんか。何？魔法の学校の地下にしかないかと思った秘密の部屋がこの家にも。なんでこんな家に秘密の部屋なんかあるんや。お父ちゃんとお母ちゃん怒っとったし、今日は外に出られへんよ。大丈夫だよ、ここから行けるから。あ、扉が出てきた。リンちゃんが眠くなってもすぐに戻ってこられるよ。すごいな、どんな場所なん。行ってからのお楽しみ。日本人形は行動メンバーに変わりました。ってことはさ、
やっぱりやっぱりやっぱりや、恨まない子がピカチュウみたいについてきてる。すげえな。うわー、ちょっと呪われてる気がします。呪われた感があります。ほら、リンちゃん、早く片付けなさい。そうしないと鏡の中のリンに、まだ変なとこに隠されるよ。スヌーピー。そうか。スヌーピーは鏡の世界にいなかったんだな。向こうの世界ではスヌーピーという存在がなかったんだな。わかったよ。じゃあ今回はセーブして、次回あの扉の中、入っていきましょう。部屋の中ですね。はい。じゃあ、皆さん。ここら辺でお会いとさせていただきましょう。ご視聴ありがとうございました。週明け。